日曜ライジング部、はい、ということで日曜ライジング部でございます。この番組はスチームから配信されておりますドイツ製の建築部ラジワールドを、遊んでいく番組なんですけれども、ご覧ください。クラウドステータスがなぜか同期できませんもう何なのこれ、何なのこれ、起動しないっすなんかね、タイトルで止まる、なんすかねこれ。マジでちょっと待って、やってみる。あの GIW ゲームズで止まるんだよね。ちょっと待って、スチームの再起動、なるほど。スチーム終了、ちょっと待ってね、ちょっとこっちもあれにしとくか。ちょっとね、いろいろなもろもろの事情により、あのニコニコ側はですね、いろんなアバターだとか、コメントだとかを表示しない形式で、お送りしております。まあその方がデータ取ったりサムネイル取ったりしやすいんで、はい、ただそれだけの話なんですが、はい、ということでございます。ちょっと待ってね、もうサーバーはね立ってるんで、どうぞお入りください。問題は僕のクライアントですよ、まあ1時間雑談放送でもいいんだけどもね。動いた動いた動いた、なるほど。マジか、なんか問題かなんかあったのかな。ちょっと待って、あのヘッドセットから音声が出てないのでこれでいいかな。はい、よろしくお願いします。間違えた。ちょっとね、これか。はい、すいません。違えた。いきなりお別れになっていた。はい。はい、ということで、サーバーの方は空いてますので、どうぞご自由にお入りください。そして今ね、僕の実況机が大変なことになっているので、今、あのね、実況机の半分を今、空き缶が占めているという状況なので、ちょっと今、大変なことになってる。ちょっとこれ、放送終わったら片付けたい。はい、ということで、サンデーライジングアールサーバーやっていきたいと思います。ちょっとパソコンの中の掃除もやった方がいいかもしれないね。そして BGM が入ってないな。ちょっと待って。よいしょ。どうすんだっけ。これで、こうか。違うな。どうだっけ。こうか。サンプラー。なんだか知らんけど、いろんなものが初期上、もういろんな不具合が一気になんか吹き出してるもうほんと、OK ね、 OK ね、ニコニコの方、あ、ニコニコの方の画面出してたはい、ということで、こんにちは、皆さんこんにちは、ライジングワールドでございます。よし、さあそろそろ上の倉庫なり宿屋なりどっちかやろうか、ね、モッサンダイニングルームも前回ねこの下をやったんだよね。
テレインに潜り込んでるオブジェクトがぶっ壊れるっていう不具合じゃない、まあそういう仕様になったんで、非常に作業が難航してるところなんですけども、このさらにね深い階層は、できましたね。こっからなんかモッサンの電気が入ってきてるけど、まあまあいいか。はい、ここまでですね。あ、いて、現在の座標がマイナス211ですね。まあこれもちょっとさらにね奥までつなげていきたい気持ちもないわけではないんですけど、さすがにこればっかりの放送っていうのもどうなんだっていうことでねちょっとさすがに頑張ろうか。あ、そしてあれだね、コメント出てないね、ちょっと変えるか。この放送だけ旧来のスタイルでお送りしてたんだね。せめて天気晴れにするか。レーザー。さあ、だんだん晴れてくると思います。さあ、そんな景色を見ながら僕はバックグラウンドで、放送画面を作ると。ピピさん、いつもありがとうございます。決めました。来週の土曜日にラダン戦します。こんにちは来週の土曜日にラダン戦します。はい、それまでね、ケイリットの今週の収録は今週の収録はケイリットを探索したり、あと火山間の周りをちょっと調べようかなと思っていて、なんかいろいろあるらしいんだよね、火山間の周りも。今なかなかいい、ね、うん、なかなか探せないでいるんだけど、実はね結構あるらしい。
え、ちょっと何パン食ってんの。あ、パン食っちゃった。なんでお腹いっぱいになるパン食ったの。いや、いいよね、あのセブンさんの白最高だね。よし、さあこれでだいたい画面の方はいいかな。でレベルを100にしておきます。あの明かりの魔法が便利すぎてさ、だからそうなると知識を15は振り欲しいなっていうところですね今ね。で進行も13ぐらい今上がってるんですけど、まあそれぐらいあってもいいかなっていう感じで。食あればクリアできますね、うん、マジマジか。いやそれはあれでしょ、普通の人の話だから。僕はちょっと特殊な人種なので無理ですよ。僕は150まで上げますよ。申し訳ないけど、申し訳ないけど僕は150まで上げますよ。100あればクリアできるっていうと、でも、うん、DLC は150くらいが適正らしいので、ああそこまでは上げないと。ああ、なるほど。じゃあ DLC は僕200までいきますよ。もうあんなの倒せる気しないもん。あの湯上がり軍団、湯上がり軍団倒せる気しないですもん僕。あのピピさんの放送見てたけどさ、あの湯上がり軍団無理でしょ。大丈夫、200あっても2発で死ぬんで。あ、そうそう、それからあれが分かった、追憶調べた。なんか要は一つの追憶でどっちかの武器がもらえる、武器なり魔法なりがもらえるっていうサービスなんだねあれね。そう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 。でなんかね、亀さんの塔があるんだけど、あそこでね複製ができるらしいっていうところまで調べました。ただ今のところね、2つとも欲しい。追憶アイテムをサービスっていう人初めて見た。わら。まあ、そう、うん。あれサービスだよね。うん、亀じゃなくて歩く霊廟かな。歩く霊廟？いや知らない。その詳しいことは分かんないんだけど、詳しいことは分かんないんだけど、あの亀、あのハウルの城あるでしょ。ハウルの城で増やせるらしい。っていうところまで調べた。あとビビさんが言ってた。火を癒しようの場所は調べた。あの、あ、亀にも見えるね。あの、なんだっけ、湖のリニエール、リネ、名前が出てこない。名前が出てこない。にあるって。うん。あの、東側の山の、リエニエ。うん。リエニエね。そうそう。リエニエの方に、なんかあるらしい。ちょっと離れ席します。あ、はい。いってらっしゃい。そんな感じかな。いや、エルデンリングもね、なんとかなりそうっすよ。こういう甘いこと言って、まだ 16% しかストーリー進行度してないのに、こういう偉そうなことを言うとね、大体まあ地獄を見るんですけど、ね。さあ、今日何しようか。よし。天井つけるか。天井つけますか。ね、モンスターってさ、アクションとかはしないの？まあ僕もしないけどね、放送なかったらしないけど、うん、エルデンリングなんか一生多分ね、やるよ。あ、やるんだ。僕ね、放送なかったら絶対しないと思う。絶対しないと思う、うん、放送があるからあのやってるだけ。要はさ、ロールプレイングとかって黙っちゃうんだよ、やると、うん、だからロールプレイングっていうのはね、おしゃべりが上手なあの実況者がやるもんだと思ってるんで、あの僕はね基本的に、やらないんですけど、まあアクションゲームが一番リアクションが取りやすいし、まあ見てる人も楽しいんで、あのまあやるんですけど、うん、ね、ちょっと明るくしてもいいかな。ごめんなさい。朝にしてもいいかな。すいません。
そっか、モッサンやるんだ。僕もさ、だいたい入りのゲームは履修してきたつもりなんだけど、あと何かな、やったことない系統のゲームって。それこそだから今回エルデンリングをやったんで、ブラッドボーンとかあっちの方はやってないんですけど、ちょっとね、エルデンリングで僕十分辛いからね、ストーリー的にストーリーがさ暗すぎてさ、フロムさんのストーリーはさ、アーマードコアはね、まあぼちぼち、うん、ちょっと主人公節操なさすぎるだろうとは思うけど、まあまあそんなにダメージはなかったんですけど、エルデンリング結構今の段階で結構ダメージきてるから、どうなんだろうねっていうのは。エルデンはね、ちょっとあれですね、ちょっとダメージはきてますね。人が死ぬのもショックなんだけど、その死に方がね、ちょっと尋常ならざる死に方をするからさ、割とね、うん、まあそういうゲームなんだ、まあダークファンタジーなんだから、しょうがないとは言う、しょうがないとは思うんですけど、なかなかね。ちなみにモッサーヌやるゲームって何やるんですか？まさかエルデンリングとかバリバリやるタイプ？最近だったらクニオくん、クニオくん、クニオくん、クニオくんってあれか、熱血硬派？あ、そういうレトロゲームが好きな人？あー、なるほどなるほど。いや、ありだよね、レトロゲームもね、ありだと思います。あー、ちょっと待って、僕はね、レトロゲームはね、逆にできないけどね反射神経がついてかないからさ。レトロゲームって基本的にアクション性高いよね。で、もう、次期続編が出るドラゴンエイジベイルの守護者をやる予定。ドラゴンエイジベイル、へえ、ドラゴンズドグマ的なやつなのかな、わかんないけどドラゴンズドグマはね、前も話したかもしれないですけど、実はね、やってたんですよ。僕 EDF4 でデビューしてるんですけど、 EDF4 を上げる前に自分用っていうことで実は動画シリーズ撮ってるんですけど、編集はしてないけどね、編集はしてないですけど、動画シリーズ実は撮ってて、それでやったのがスカイリムとドラゴンズドグマだったんですよ。で、この僕のこのショートヘアのキャラクターっていうのも、そのドラゴンズドグマの各社を、ドラゴンズドグマのそのなんていうの、サンプルキャラクターで僕最初各社作ったんですよ。それがショートヘアでちょっと日焼けした子だったの。なんで、うん、そうそう、ドラゴンズドグマ、あ、おかえりなさい。だから結構ドラゴンズドグマはね、やってた。
帰りなさい。ドラゴンエイジか、ドラゴンエイジちょっと調べてみようか後で。他の放送だとねこんなこと絶対しないんですけど、この放送なら許される気がするこう全然関係ないゲームの話題で盛り上がるっていうね。まあアクションというより RPG よりだけどね。あ、僕もだから前も言ったよね、あの僕 RPG 畑の人なんで、僕 RPG 畑の人ですよ。同族同族ちょっと調べるか。ドラゴンズドグマ、ドラゴンズドグマじゃない、ドラゴンズエイジ。あのストーリー、そうさっきさダークソウルをなぜやらないかのみたいな話をしていて、ドラゴンエイジね、わら、ドラゴン、あドラゴンエイジね、な今なんつったあのピピさんがあの離席してる間に、なんで僕がそのダークソウルを躊躇してるかっていう話をしてたんだけど、ちょっとさやっぱストーリーが暗いでしょ暗いでしょ、だってそれがねどうなんだろう、耐えられるのかなっていうのはね実はあるんですよね。ねえ、あのニーアオートマータ僕やってるんですけど、ニーアオートマータもニーアオートマータも辛かったもん。まださ僕バイオセブンの方が明るいと思うよ、ストーリー。バイオセブンまだ冗談のこう遊びがあるじゃん。もうさなんでそんなあの本当に殺し合うのって思っちゃう。まあそれで言うとね、ラストオブアス2も十分そんな感じだったけど、なんでそんなみんな殺し合うのみたいな、どうしてみたいな、なんでそこまで人を憎むのみたいな、そういう気持ちになっちゃうんだよね、うん、そのー多分さエルデンリングってだいぶ緩いっしょ、あれ僕の感覚ですけど、ストーリーだいぶ緩くないですか。ドラゴンエイジ、なんか月刊ドラゴンエイジが出てきた。バイオ7はサイコパス野郎が嫌だった、うん、わら、まあ、サイコパス野郎はほらサイコブレイクで鍛えられてるからさあの数々の変態たちが襲ってくるっていうね。サイコブレイクはあれだからサイコパスの見本市だからね、いいんだけど、うん、そのなんていうの、それこそさ昨日の放送出てきたパッチ、パッチくんの、パッチくんのさ感じってさ、彼は彼で一生懸命生きてるじゃんだから、うん、あれはサイコパスじゃん、まあ、サイコパスではないと僕は思うんだけど、ちょっと待って、ドラゴンエイジがないな、ドラゴンエイジベイル、ベイル、ベイルまで入れられてるかな。そうそう、それでそのベイルの守護者、うん、前も話したじゃん、あブラッドボーンだったかな、うんと、うちの兄貴が実家に帰ったら、うちの実家って基本的に兄貴があの全部占領してんだけど、テレビだとかそういうの、思ったより陰鬱ではないよ、個人の感想です。でもなでもな、フロムやり込んでる人に言われてもなあ、あったわ、ドラゴンベイルの守護者、おルークとして立ち上がろう、あいわゆるあれですか、あれに近いかな、あのなんだっけ、あーなるほど、わかったかも、これあれだ、あのなんだっけ、出てこないもうさ最近もう全ての知識がなくなってきてるからさ、ねあれあれ、あのうんとね名前が出てこない、名前が出てこない、あのなんだっけ出てこない出てこないけど、あれっぽいね、あのなんだっけ、それこそレトロゲーの
なんだっけ、いや名前出てこない、名前出てこないけど、いわゆるファンタジー、ちょっと画面出すか、あれだよ、あれ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 、あーこれニコニコの方しか画面映ってないけど、こういう系 3D でその自分のクラスを選んでそれで冒険していくゲームだね。サウンドノベルの分岐でのアクション版、ちょっと待って、こうすればいいか、こうすればいいか、あーそうなんだ、へー、こうなんていうの、洋物っぽいよね、うん、あそれこそちょっと種類違うかもしれないですけど、僕が前 D&D っていうのをやってて D&D っていう TRPG やってるんですけど、その D&D のゲームに近いかもしれない、うん、なるほどね。前作にインクイジションでマルチあったから今回もあるかもね、うん、なるほど、インクイジションが分かんないけどインクイジションが分かんないけどなるほどね、いう感じでした。新聞館、はい、あそしてやばい、ドラゴンズ&ダンジョンズ、あやばい、ちょっと待って、あそうそう、ドラゴンズ&ダンジョンズ、そうそうそう、あれやばい、放送画面消えた、ちょっと待って、これ放送ニコニコ止まってんじゃない、あニコニコじゃない、 YouTube 止まってんじゃない、あー動いてた動いてた動いてました、ニコニコは映ってる、あのニコニコはあの絶対枠閉じないからあのそれこそさ、あの放送者が切り忘れてずっと垂れ流してるみたいな事故がよく起きるじゃん、ニコニコはね枠落ちないんだよ、うん、でもね YouTube はあのブラウザ落ちただけでさ止まると思ってた、わらわら、うまくくっつかない、あ、放送画面の設定で、うん、すぐ切れるか切れないか選べるよ、あ、そうなの、マジでそれ本当、マジか、それは知らなかった、 YouTube マジで、いや、じゃあ切れないようにしたいよ、決まってんじゃん決まってんじゃん、マジか、なかなか良くない？この内側から見た感じ。後でディスコの方に送っておく。あ、ありがとうございます。いろいろだな、あの低遅延モードもそうだけどさ、知らないこといっぱいある。知らないことがいっぱいあるよ。ピピさん、ピピさんに教えてもらったこといっぱいある。ワンコメもそうだけどさ、みんなどうやってそういう情報を集めてんだろうね。ちょっと今お腹痛くて寝ながら見てるから、うん、後で、ね、あ、いや全然いつでもいいっす、いつでもいいっす、いつでもいいっす、検索、まずそのあのお大事にしてくださいあ、検索なるほど、それか、僕に足りないもの調べるっていうね、はい、あれ調べたよ、エモーションの出し方なんかね、その人もね半分ぐらいしか僕出せませんって言ってたあ、うん、なんかその動画見つけたんだけど、なんだそれって思
思ったけど。あのラダーン祭りじゃーを出せるようになったよラダーン祭りじゃーみたいな。AAO だっけ、 AAO を出せるようになったから。今さ、あの二刀流の練習しようと思って、ちびっこで、ちびっこいるじゃん、ケイウッドの。あいつ相手にさ、あの二刀流の練習してる。あのジャンプ R1、 ジャンプ切りっていうの、ジャンプ切りを今練習してる。できないんだよね、ジャンプ切り。窓を開けて X ボタン押した方が早いから、うん、パッドのは使わない、うん、いやでもさ、あの画面出ちゃうからさ、放送上あまりかっこよくないじゃん。まあ、はい、さよならみたいなことしたいじゃん。でもあれさ、あのゲームさ、なんでさよならにヘイって言うんだろうね。ちょっとあれだけちょっといただけない。どうすか、こんな感じ。ちょっと倉庫っぽくはなったね。いいね、この内側からだけフレームが見れる感じ、いいな。あとこの空いてるところ埋めてきます。なんかこっちの方が出っ張ってるな、なんでだ。あーもう嫌だ。あ、違う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 、もうちょっと待って、この幅に直せばいいのか。6.8 にすればいいんだね。これにして、こっちをコピーして、これの、いやーもうこの 6.8 にすればいいな。 OK。 よし、休憩とにかくさ、回ってないとこいっぱいあるからさ。で、動画ではその細いところはちょっとどんどんカットカットカットでいってもいいかなとは思ってる、うん、例えば全部の行動を漏らさずお届けする必要はないかなと思ってて、うん、ね。まあるつぼの騎士とかはそういう系は入れるけど、うん、基本的にはね。あ、ピビさん広告ありがとうございます。すいません、あの昨日いっぱい広告もらったからさ、ちょっとあれ、ちょっと いくらぐらいもらえるのか調べちゃおうかなとかって押してみたんだけど、冷静に考えてみたらフロムゲーだから、あ、これ収益できないんだったって思い出しましたそうだ、思い出した、フロムゲー収益できないんだったっていうのを後で思い出しました。フロム禁止されてんだよね、確かね。
まあでも多分ゲーム系は僕は多分収益化はしないですね。めんどくさいもん、いろいろめんどくさいから。その無収入だから許されてる部分っていうのが多々ある業界だから、やっぱね、その煩わしさは、なんかいちいち許諾取って撮りながら配信するとかっていうのは難しいかなとは思ってますけどね。よし、1位にしましょう。ヒューさん大丈夫ですか、体調。頑張ってたら報われてもいいと思ってる、うん、ああまあね、うん、それはあるだろうけどね。いや、例えばキャンプチャンネルだったら僕いくらでも収益化していいと思ってるの。できないけどねできないけどできないけど、いくらでもいいと思ってるの。そんなさ、税金かかるほどなんて儲かんないんだから。うん、横になってるから大丈夫。あ、大丈夫。それこそさ、あれだと思うんですけど、でもそのなんていうのかな、きっとね、その要は収益化するってことはプロになるってことじゃない。プロになってくるとまたね、ちょっといろいろややこしい問題が出てくるんじゃないかなと、実は。まあ考えすぎなのかもしれないけどね。それこそさ、今もちろん僕著作権とかさ割と厳しめにやってるつもりではあるけどさ、でも実はなんかこうなんかその、あ、ちょっと待ってくれ、その実はなんかこう甘い部分っていうのが実はあってさ、そういうのがこう問題になったりすると嫌だなぁなんとは思ってるんですけど、うん、ね、あ、いいんだよ、ピピさん の, あのハーゲンダッツ代はいいと思ういい、とってもいいと思う、うん、そのそれぐらい頑張ってるから、うん、大丈夫だよ。ピさんはハーゲンダッツ食べて、うん、ちなみにあれだよ、ハーゲンダッツは知ってる？うちもこれで食べていけるとは思わないけど、うんうん、みんなが楽しいと思ってくれて、うん、応援の気持ちでスパチャ投げてくれて、うん、ね、それはね、いいと思う、いいと思う、うん、ちなみに知ってる？ハーゲンダッツは冷蔵庫で1時間寝かせるとうまいんだよどうでもいいか、どうでもいいか、冷蔵庫で1時間ね置いとくとね、ちょうどいい柔らかさになります。これ公式で、公式情報だから。よし、屋根ついた。そっか、柔らかくなるもんね。そうそうそう、柔らかくなってちょうどいい感じになります。ハーゲンダッツって硬いじゃん。なんかね、ハーゲンダッツって僕硬いと思うんだよね。小豆バーほどじゃないけど硬い。新幹線のに比べたら、わら。新幹線のに比べたらってどういうこと？新幹線のハーゲンダッツってあるの？僕さ、北海道民だからさ、新幹線って函館までしか来てないから、まだ一回も乗ったことないんだよね。新幹線の硬い、わら、うん、あ、そうなんだ。アイス、ああそうなんだ、新幹線の硬いんだ。それはなんでなんだろうね。よく冷やしてあるのかな。基本的に冷えると硬くなるよね、ハーゲンダッツ。硬いで有名。
わら。そうなんだ。あのハーゲンダッツってさ、多分さ、その養分の問題だと思うんだけど、なんかきっとね、冷やすと硬くなる性質なんだよあれ。だから冷凍庫に入れっぱなしにしてるハーゲンダッツってすげえ硬いんだよ。うん、だからやっぱ溶かし、美味しいけど硬すぎる、うんうん、溶かして食うのがね、やっぱスタンダードなんでね、ハーゲンダッツは、うん、ちょっとハーゲンダッツナンバーワン決定する。ちょっと今屋根も荒れたしあ、ちょっと待って、なんかなんだ、なんか画面が開いたんだけど急に。よし、ということで内側から見ながら、うん、ハーゲンダッツアイス全般そういう食べ方なんじゃないかな。あ、いやでもさ、普通のさ、例えばエッセンスーパーカップはそんな硬くないじゃん。ちょっとね、うちはサーティワンも好き。サーティワン、はい、どれですかおすすめ。僕ね、サーティワン本当に、あれラムレーズンも食べる。ラムレーズンサーティワンはジャモカアーモンドパッチがいい。ジャモカアーモンドパッチ、クッキー&クリームもたまに食べるかな。ジャモカ、あ、これがジャモカコーヒーならあるけど、ジャモカ何、ジャモカアーモンドファッチ、なんかあんのか、そういうのがあった。ジャモカアーモンドファッチ、なるほどね。あ、これちなみに僕がよくのこれね、チョコミントね。ナッツトゥーユーもなんか食べてみたいかな。あ、確かにね、ナッツ入ってるの強いよね。ナッツ入ってるアイスってなかなかねないからね。それこそさ、ハーゲンダッツもね、僕マカデミアナッツ好きなんですけどね。そっか、ジャモカはコーヒーの銘柄なんだね。で、アーモンドが入ってると。なるほどね。ちなみに、あのハーゲンダッツで僕が一番うまいと思ってるのはマカデミアナッツなんだけど、うん、だね、マカデミアナッツです、うん、あとそのラムレーズンが個人的には大好きなの。ピピさんはね、ちょっとあの過去のトラ、過去のなんか悲しい記憶があるのかもしれないですけど、僕は大好きなんで、はあ、僕はラムレーズンはよく食べますね。ラムレーズン自分でつけたこともあるからね。あのさすがに、さすがにちょっとしばらく放置しすぎてて、あの放置しすぎたあのラムレーズンがあの冷蔵庫の中に、あの引っ越しで出てきて、近所のサーティワンなくなったから悲しい、うん、あー、なるほどね。結構ね、僕行くキャンプ場あるんだよ。サーティワンじゃないんだな、あれなんて言うんだろう、なんかアイスの自販機あった、なんだっけ、サーティワンじゃなくてね、サーティワンじゃないな、あれちょっとわかんないけど、あるね、あのお店のサーティワンはさ、おじさんを寄せつけないオーラがあるじゃんおじさんを寄せつけない、あのフィールドがあるか、あのフィールドを、あのなんていうの、あの封印がされてるから、なかなか行けないよね、おじさんはね。僕あれだからね、東京のさ、ふわふわのオムレツ、なんだっけ、あの東京の隣、なんだっけ、御徒町じゃなくて、なんだっけってもうほんと出てこない、なんだっけ、東京の次なんだっけ、御徒町じゃないよ、御徒町じゃない、なんだっけ、東京の次、有楽町のあのなんかふわふわのオムレツが食べたかったんだけど、ちょっとこれおっさん一人辛いなっていうのがあって、あの東京に住んでる、その会ったこともないお会いしたこともない、あのほらツイッター上の知り合いっているじゃん、ツイッター上の知り合いの人がたまたま一緒に行くって言われて、あ、行く行くっつって一緒にあのデートしてきましたけどあれおもろかった
もう一回も会ったことないんだよ。一回も会ったことないし、一回も直接喋ったことはないのに、連れてってもらったっていうね。うん、東京旅行って僕1年に1回、当時は東京に旅行してたんですけど、今はキャンプに行っちゃうけど、当時はね、東京に旅行していろんなスカイツリー登ったり、サンシャインの水族館行ったりとかいろいろしてたんですけど、さすがにね、そのね、有楽町のレストランは入れなかったんだよね。有楽町のレストランは入れなくて、うん、そのもう見ず知らずのフォロワーさんと一緒に行ってきた一応僕出したよ、お金ね。一応出したからね、ちなみにね、うん、一応出しました、うん、いや、そんな下心とかないけど、ないけど、一応、あ、ここは僕が出さなきゃダメだなって言って確か出した気がする。あ、出してなかったらどうしよう、恥ずかしいな。出してなかったらやだな。いや、出した、いや、多分出したと思う多分出したと思う、多分出したと思う、うん、あれはね、おもろかったね。超人見知りの僕がだよ、超人見知りですかね、僕ね。初めての人に電話もかけられない僕が、その本当に見ず知らずの女の子と一緒にね、オムレツを食いに行ったっていうね、あれはね、おもろかったあれはおもろかったな。それでその人におすすめ、そんなにオムレツ食べたかったのか。食べたかったの。だからほら、東京旅行って一口に言ってもさ、僕だから10年ぐらい東京通ってたからさ、もうさ、もう見るもんなくなってくんのさ、そのいろんなものね、いろいろ手を返しながらいろいろ行ったよ、あちこち行ったよ、人狼ハウスって人狼のお店に行ったりさ、その TRPG をやったりいろいろ回ったけど、結局ね、そのネタがなくなってくるんだよね。そうするとやっぱ人はグルメに流れるよねで、神田のパッカーンって割れるオムライス、上からナイフ入れたらパッカーンって割れるやつあるじゃん、あれは一人で行けたの。あれはもうなんか喫茶店みたいなお店だったから全然一人で行けたんですけど、さすがにね、有楽町のレストラン無理だったんだな、うん、で、その人がなんかその年誕生日だっていう話だったから、ジンギスカン何欲しいって聞いたら、ジンギスカンキャラメルが欲しいって言ったから、本当に買ってってあげましたけどね。そしたらジンギスカンキャラメル、まず知ってます？ジンギスカンキャラメルっていう北海道の名物がありまして、クソまずいことで有名なんですよ。なんだけど、その人にその誕生日プレゼントで買った結果分かったことが一つあって、ジンギスカンキャラメルの半生のオムレツはあまり好きじゃない。あ、そうなの、僕大好き。ジンギスカンキャラメルの味は改良されてますまずいことはないけど、お金を出してまで食いたくないなぐらいのレベルまで上がってましたいや、一応ちゃんとしたプレゼントも買ったよ。カレーキャラメルなら知ってる。カレーキャラメルは分かんないけど、あれだよ、一応ちゃんとしたプレゼントも買ってったよ。カール・レイモン のベーコンを買ってきましたけど、カール・レイモン分かんないか、函館にカール・レイモンっていうドイツ人が大昔に作った想像より美味しかったハム屋さんがあるんだけど、カレーキャラメルだって美味しそうだもんね。ジンギスカンキャラメルは決して美味しくはないです。決して美味しくはないんだけど、まあまあ、なんか縦に長くね、これ。まあまあって感じだね。なんかモッサンがさっきから空飛んでんだけどあれは何なんだろう。モッサンがすごい空飛んでんだけど、モッサン、朝にする？朝にしていい？ちょっと暗いから、6時ぐらいにしようか。なんかこっち、どうぞ。はい、6時ですあれ全然暗いんだけど、6時、本当に6時、これ。7時はもう明るいでしょ。マイクラしたいな。あれ全然暗いんだけど。ああ、マ
イクラね、僕マイクラ、僕のアカウントね開かなくなったから、それで引退しました完全に完全に引退しました。それこそギャリパミの時にはね、あれしてましたけど、いいじゃないですか感じ。そうそう、あれになってからダメになった。僕剣がさ振り方変わったじゃん、なんかメーターがついてさ、溜めてから切らないといけなくなったでしょ。あれでもうダメになっちゃった。僕のマイクラはあれで引退だね。あと寝ないと鳥が襲ってくるようになったじゃん、もうあれでもうダメ、完全にダメだった。もう自由にプレイさせてくれよって僕は思っちゃった。301、予防すればいいのだ。あ、そうなんだ、そういうアイテムがあるの。へえ。なんじゃネザー言ったら、うん、即アンイストだよな、わら。ネザーもてか昔のネザーは言ってるよ。昔のネザーは言ってたよ。砦とかはあったな。でもそうじゃないでしょ、きっとなんかもっといやらしい敵が増えたんでしょ。今もっとすごいよわら。そうなんだ、じゃあ行かないじゃあ行かない僕さ、だからさ、この手統合版、この手のゲームってさ、この手のゲームってさ、自由度が売りだと思うんだよ僕。自由度なくしたら終わりだと思うんだよこの手のゲームって。建築がしたいんだってさ、そのサバイバルしたい人の気持ちも分かるんだけど、その建築したい人の気持ちも分かってほしいっていうね、っていうのはちょっとある。建築しかしたくない人っているんだよ僕みたいなアークをやってさ、一匹も恐竜テイムしないでさ、ひたすらレストランとか作ってる僕がいるんだよ。まあね、そういうユーザーの気持ちも分かってほしい。建築するだけなら、ピースフルとかクリエイティブで遊べる、いやだから僕よくやるよ、クリエイティブにしてから建築とかやるけど、でもクリエイティブにすると建築、さ、マイクラってさ、クリエイティブモード、僕に言わせればクソなんだよね怒られるから僕やめとこう、これ以上やめとこう、これ以上は言わないけど、僕ね、マイクラのクリエイティブモード嫌いなんだよ。ブロックが一発でぶっ壊れるじゃん、あれね、すごく。そろそろ動物間引かないとダメだな。このゲームの仕様でね、動物がねバカみたいに発生するんですよね。違った、忘れた。あー、いかん、これダメじゃん。気持ちはわかる、
うちも一回やらなくなってから復帰したら、うん、回転神殿ができててすぐ殺されて嫁ちゃなるほどね、回転神殿ね、スポンジはでも神アイテムだと思うよスポンジは神アイテムだと思う。普通の三角の持ってこなきゃダメだな、これ。いやー、その なかなかね、まあ個人の趣味、いろいろ事前情報を集めてからだと楽しいのが分かったから今はそうしてる。ああそうなんだ、もう情報もありすぎてさ、基本的に僕人の話聞かないし、あのいろんなこと調べないでゲームするからさそれがダメなのかもしれないけど、ほんと編集してて思った、あのバレエの話何も聞いてないからバレエの話聞きながらさ、あのこれ月曜日かな、月曜日の動画で上がるんだけど、あのバレエの話を聞きながら、あのあ後ろのあの騎士戦ってみようかなとか言ってるからねどんだけ集中力ないんだと思った。うちの友達はバニラじゃ飽きたらずもっとめっちゃ入れる。わら。バニラじゃ飽きたらずもっと入れる。ああもっと？ああまあ確かにね。もっとは僕もああ PC 版とかやるとね、あれだよね。あれこれ反転どうだっけ？反転ホームだっけ？あれどうだっけ？エンドだ。またすごい気。エンドキーなんて押したことある？ビビさんこのゲームさ、もう普通使わないキーがいっぱいあるんだよ。普通使わないキーがいっぱい使うからさ、欲しいな、ほんと。あれチェーンソーなかったっけ？チェーンソーってまだ未実装なんだっけ？マイクラといえばモッドではあるけど、100個くらい平気で入れてくる。ああなるほどね。いや僕も気持ちはわかりますよ。あのなんだっけ、コナンやった時にめっちゃ入れたもん。芝刈りぐらいや植物切る機械なんて。あ、そうだっけ。ちょっと出っ張ったけどいいか。うちは基本バニラ派だからな。ああそうなんだ。まあね、バニラバランス悪くなるからね。僕あのね、一応
今モチベーションが最低限に下がってるんでやらないですけど、あれやろうと思ってた、あのハリーポッターのもっとモリモリでやろうかなと思ってた。なんか楽しそう、ハリーポッターとかね。もっと入れて放送してたとき楽しかったのはスペランカーもっと。スペランカーもっとってなんだろう。2マス以上から飛び降りたら死ぬとかそういうもっと。死ぬ。そうなんだいやおもろいね。上から苗木が落ちてきても死ぬしスペランカーそこまでよ。あーでも踏んで死ぬからな、確かに。それが細かい再現なのかもしれない。よしできたぞ。ちょっと柱見えてるけどいいべ。体力は常にハート半分もうあれだね、あの配信者用だね配信者用モッドだね。あの僕らはさ、いわゆるさ配信のネタとしてやるけどさ、配信やってないでそういうのすごい詳しい人とかいるじゃん。すごいすごい精神力だなと思う僕動物に触っても死ぬ、うん、なるほど。もうなんかあれだけどね、昨日の放送で僕も羊に襲われてましたけど、あれさ、黄色い目になってるのって要はさ狂ってるってこと？なんか黄色い目のモンスターたまにいてさ、あのルーンめっちゃ手に入るんだよ。黄色い目のさ、あのおちびちゃん倒すとさ6000ぐらい入るんだよ。あれあれやっぱそういう仕様なの？あのごめんなさい、急にエルデンリングの話だけどごめんなさい、もうさこれがダメなんだよね。これ全然書けないゲームの話なんだけどさ。あ、なんだこれ、野生の馬がすげえスポーンしてる。なんで？あ、普通に光ってる敵は。うん、うん、なんかたまにいるんだよ黄色い目の人で、経験値高いんだよ そういう人って。だきっとそういう仕様なのかなとか思いつつ、ルーン5倍くらい落とす。あ、5倍なんだ。そうだ、決まってんだ。ありがとうございます。もうピザいなかった。それとは別の理由で光ってる子もいるから注意、うん、あ、そうなんだ、別の理由で光っている子もいるのね。なるほど、了解っす。あ、8じゃない、もう8じゃん。あー、めんどくさいめんどくさい。これさ、数指定して分けられないのかな。あ、めんどくさいめんどくさい。
発狂属性持ってる子も目が黄色く光ってる、うん、へえ。いろいろあるな。そういう知識はやっぱみんなネットで調べていくのかな。あのさ、あの僕エルデンリングやってて面白いなと思うのはさ、これ動画中でも言ってるんだけど、あれよね、エルデンリングのプレイヤーってさ、あのなんか降りれそうなところとりあえず降りるよね。あのなんかさ、塔があるとさ、必ずなんかさ血だまりができててさ、必ず誰か落ちて死んでんだよね。それおもろいなと思って、うん、自分で食らって覚える。ああ、自分で落ちて調べてんでしょ、あれおもろいよね、そういうのはね。ああ、こうやって英知っていうのはこうなんて積み重なっていくんだなって僕思った。あれ、これちょっと待って、サイズ見た方がいいな。たまにね、本当に降りれるところがあるからね。あー、なるほど。だからそういうところが偉いなと思って、エルデンリングのプレイヤー、とりあえず試すんでしょ、あれ。自分の身体で調べるのだ。ね、あ、そういうのは偉いなと思って。よし、あ、やべ、高さが合ってない。くそ。あ、いいですね。いいですね。いいですね。どっちだ、これで、オッケー、完成です。完成です。でもこれ横に広いよね、これ。まあいいか。パチパチパチ、ありがとうございます。ちょっと後で夜にして撮影会しよう。ちなみにあれは通称モノリスですね。あそこにいろんなツールを集めてあります。こういうね、こうやって作業台を集めています。
よし、したらこれを夜に撮影して終わろうかな。はあ、いや、なんだあの野生の馬、野生の馬気になるな。くらつくって全部あそこに押し込むか。ここ物入れにしようと思ったんだよな。これちょっと広いんだよね。だから、ね、牧場ある？牧場は自分で作ればあるよ自分で作ればあるよもうこのゲームさ、もうなんていうの、全て自分で作るからさ。あの基本だからマイクラってブロックじゃん。でそのブロック、この前のバージョンまではマイクラと同じようにブロック積み上げていろいろ作るあのゲームだったんですけど、あのね、このニューバージョンになってからね、そのブロックの形が可変になったので、配置する位置ももう1ピクセルごとに置けるようになってるからもう本当にね、作れないものはないぐらいの勢いなのこのゲーム。ただしその作るためにあの相当な労力と技術と時間を要するっていうね。もうこれだってどれぐらいかかってる、もう 2,3 ヶ月かかってるよこれ。このなんて倉庫もさっていうぐらい、その変なゲームなんだ変態的な建築ゲームなので、ね、もう何でもできる。マイクラで一番楽しいのは、うん、トラップ作ってる時かな、うん、ああそういうのは逆にないね。あの敵っていうのがあんまりいないので、まあ、クマとかイノシシとか襲ってくるモンスター、動物とかいるけど、あと盗賊も前作は週1だしね、うん、そうそうそう、週1しかやってないのもあるからね。もうだって300回だよこの放送、信じられる300回ってどういうこと。週1の番組がさ300回ってやばくないね、もうほらこんなのも全部できるから、これ見て見て、これ見て見て、こういうのはね、オブジェクトって言って、その公式が用意してるものしかないんだけど、あの熟練者になってくるとこれも自分で作るからね、自作するから。いやそれこそさ、だからモッサンのキッチンとか見せたらあれ一発じゃない。モッサンキッチン見よう。こんなね、頭おかしい建築ゲームは僕は見たことない。こんなのもだからプリセットってやつ、プリセット、うん、まあまあプリセット、こういうオブジェクトは全部プリセットなんだけど、もうちょい操作しやすけどね、うん、そうそう、あのね、いろいろね、細けい問題はいろいろあるゲームなんだけど、あ、ちょっと待って、あれか、モッサンのあれは上か、行き過ぎ、行き過ぎたね今。これ見てこれ見て、これモッサンダイニング見て見て、こういうのはプリセットです全部ね。オブジェクトはね、オブジェクトは全部プリセットなんだけど、あのこういう、これ見て、この皿これ見て、この皿、これブロックでできてるからすごくない？ブロックでできてんだよこれ。要はブロックの形が可変するから、こういうの、こういうのはオブジェクトね。これネギも、これ全部ブロックね。これ、これ人参もブロックね。これ包丁もブロックね。もちろんこれもブロックね。でこれ下に焚き火を置くことによってこの煙が出るから、それによってそのあと、その焚き火の間接光が働くので、その辺のうまいこと微調整してこういうのができてるということですね。いやーすごいですねこのゲームは。すごい、なんかパンがまで来てるこれきっとここにパンが並ぶよそのうち。もうこういうのを永遠週一でみんなでやってたってやつですね。はい、ということでということで、あれ、あ、座れない座れない、あ、こっち座れる。はい、ということで、お送りしてきました、日曜ライジング部、今日はここまでにしたいと思います、この番組はですね、週に1回ですね、気の合う仲間たちと、多分
くっつけすぎで座れないんだと思う。なるほどね。わら。遠い。いろんな建築をしながらね、遊んでおりますのでね、芸をお持ちの方あんまりいないんですけどね、一緒に遊んでいただけると嬉しいですし、そうじゃない方々もあれっていうかさ、あ、そうかそうか、変わった、画面がこうだね、はい、すいません、はい、お持ちでない方もですね、なんかこう雑談しに遊びに来てくださると、いつも見てるだけでごめんね、あ、いえいえ、あのいつも見てるだけの番組でいいんです、この番組はそういうコンセプトの番組なんで、あのだからあのなんていうの、エルデンリングの編集が間に合わないからエルデンリングを編集するみたいなことがよくあります。気にしないでください、そういう番組です。ということで、また次回お会いいたしましょう。さよなら。おっさんいつもありがとう。あつありがとうございました。楽しかったお中。あれ、間違えた。間違えた。ありがとうございました。